魔界サッカーリーグ決勝戦。我らがデビルブラックと戦うのは地獄の死刑集団ダークイレブン。次々と襲いかかるサッカー奥義と殺人フォーメーション、ルール無用のラフプレイにデビルブラックは壊滅状態。くそ、このままでは負けてしまう。俺たちの青春、全魔界制覇の夢はここでついえるのか。誰もが諦めかけたその時、一人の救世主が現れた。超天才美少女ストライカー、その名もセラフィーヌ。3回1の美貌、3回1のお金持ち、ついでにしもべの数も3回1。サッカーと関係ねえし。次回地獄へキックオフ第6話、奇跡を呼ぶミラクルフェアプレイ。諦めたらそこで試合終了ですわ。その目に焼き付けなさい、私のサッカー費用儀ダイレクトマネーボンバー。それって買収ですよね。